こんにちは。2023年3月26日日曜日午前11時41分を回りました。今日の宮崎市はね、雨が降っております。でもね、明日は、晴れますんで、良い天気になっていくんではないかなと思います。桜もね、ちょっと今日桜を見に行きたいなと昨日今日思ってたんだけれど、雨で行けないですね。まあね、市内にはね、天神山公園、あとダルミズ公園、あとどこだろう、いろんなところでね、公園にはね必ず、桜があるんで、あちこちの公園に行ってね、桜を見に行きたいなと思っていたんですけれど、ちょっとね、この雨で行けないですね。まあ車があれば行けるんですけど、やはりね、晴れた青空のね、下で、桜を見るっていうのがやっぱ気持ちいいですよね。明日は晴れるんで、まあ、明日行ってもね、地面がぬかるんでいるっていう可能性もあるんですが、まあ天気を見ながらね、お花見、桜を見に行きたいと思っております。宮崎県地方の、満開の時期なんですけれど、昨日かその前のローカルニュースを見ていたら、3月の30日31日ぐらいではないでしょうかというお話でございましたんで、近くのね、堤防の桜もまだね、つぼみのところが多くて、木によってはねもう満開の木もあるんですけれど、まだまだこれから、桜楽しめますね。まだ花びらもね、散っていないし、多分この 雨でも、まあ、そんなにね花びらは散っていないのかなと思ってますんで、今週あと1週間程度はね、桜お花見が楽しめるんではないかなと思います。まあ今週、昨日かな、その前かな、小学校の、卒業式が行われました。多分、27日ぐらいは修了式でしょうかね。まあ子どもの皆さんもね、春休みに入っていきますんでね、楽しい春休みになるんではないかなというふうに思っております。おじさんは毎日が春休みっていうわけでもないんですけどね、まあいつも、仕事活動やりながら、ブラブラとお花見行ってるんですけれどね、本当これから桜だけではなく、お花、いろんな花もね、咲いてますんで、なんか気持ちもね明るく、なっていきますよね。はい、ですんでね、もう最近とサイクリングであちこち走り回ってますんでね、宮崎市内の、公園、まあ、いつも行く公園が、宮崎県総合文化公園なんですが、それ以外にもね、中央公園とか、いろんな公園がありますんで、そういったね、宮崎市内のまだ行ってないね、公園なんかも、動画で、紹介できればいいなと思っているところでございます。とりあえず今日はね、雨が降ってますんで、アパートで自分の部屋でおとなしくね、雨の日にできることをねやっていきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺で失礼します。